朝ドラ半分青いあらすじ予告第150話スズメが領事に動画を依頼9月22日度放送分危機物語妻がりは大手家電メーカーの応接室にいましたが不意の着信で電話に出て話をしているうちに改心したのか いきなりメーカー側に謝って逃げるようにして出て行ってしまいましたそして妻狩りはスズメとりにそよ風ファンを返し土下座しましたりは怒りよりも大手メーカーの反応が気になり尋ねると妻狩りはプレゼンするまでには至らなかったと話すのでしたりは考えました使っている部品の価格が高すぎ資金が足りず 量産することができないそこで律はつまがりに今回のことを修二郎にバラされたくなかったらスパロウリズムに協力してほしいと頼みましたすると妻狩がりは投資家たちを集めたお披露目会を開催しようと提案しましたケイコのアドバイスでスパロウリズムが入っているシェアオフィスで行うことが決まりさらに 扇風機の魅力を伝えるプレゼン用の動画があった方がいいと話しました。すると、スズメは予算がないので、その動画を両時に撮影してもらってはどうかと言い出すのでした。